イネとは西作尊人の王で、後世にウェセックスの王として劣勢られた人物。イネの時代は、前王キャドアラの時代と異なり、南方に領土を大幅に拡張した前王が残した領土を維持することが叶わず、それまで支配下に置いていた剣とサセックス、エセックスの領土を失った。しかしながら、イネは現在でいうハンプシャー地方の支配下を維持、前王。 キャドワラが東に向かっていたのに対し、領土拡張を西方の半島部に求め、これを併合し、支配下にした。むしろ稲の業績は694年に記した西文法で知られている。この法は、県ト王国を除くアングロサクソン社会で交付された最初の西文法として知られ、現在において当時のアングロサクソン社会を知る手がかりとなっており、 稲が洗礼を受けていたこともここに明らかになっている。また交易も稲の時代には大幅に増え、この時代ハムウィッチが重要な都市となった。現時点では稲の名前のものは発見されてはいないが、おそらくはこの時代に、ウェセックスで初めて貨幣の造兵が始められたと考えられている。稲は726年に対位、自らの王国を若い者たちに託して、 ローマへと赴いたと電気学者、ベーダ・ベネラビリスの残した言葉に記されている。それ以前のものとなると文献によっては、若干の差異が見られるものの、イネはチェーンレッドの息子であり、その父チェーンレッドはチェオルワルドの息子ということでは、当時の文献は一致している。イネの兄弟はインジルドと姉妹、クスブルガとクーエンブルホが二人おり、イネ本人はウェセックスの王女。 エゼルブルフを妻とした。ベーダ・ベネラビリスによれば、イネは、高貴な血統すなわち、ゲビセと呼ばれる西サクソン発祥の部族の血統の、出自とされている。イネに関する系譜の資料は二つ、アングロサクソン年代記と、西サクソン王族系譜目録がある。アングロサクソン年代記は9世紀後半、おそらくは、アルフレッド大王の頃に編纂され、この一部に、西、 サクソンの王の系譜が含まれている。しかしながら、年代記の記載はしばしば系譜目録と矛盾している。稲の前に、ウェセックスを統治していたのはキャドワラであったが、キリスト教に帰依し、688年に、洗礼のために、ローマへと立った、この王から、どのような敬意を至って、稲に王位が譲られたかに関しては、いささか不明瞭な点がある。 西作村王族系府目録によると、稲の統治は37年、大尉は726年とされる。これから689年の時点では、彼の王座に登っていないことになる。このことからキャドワラの大尉から稲の塔くらいまでには、不安定な時期があった可能性が挙げられる。稲が一時とチェンレットの下で統治していた可能性も、あるが、このような共同王位の証拠は乏しく、 むしろこの時期より遠くない頃から単独のウェセックスの統治者の副王として統治していた証拠の方が強い。法令にはイネが父の助力を受けていたことが書かれており記録にある貸しされた土地からイネが王位についてからも父チェンレッドが統治していたことが判明している。7世紀後半ヘプターキー時代のイングランドイネの統治初期に起こした 西サクソン領の拡大はよく知られている。テムズ渓谷上流地域は、ゲウィセ古来からの土地であったが、キャドアラの地勢には、川のイホーク地域は、マーシアに奪われていた。西部に目を向けると、古くは100年前のチェブリンの時代には、ブリストル海峡にまで勢力を伸ばしていたことが、わかっている。以来シサクソンは、ブリトン人の勢力、ドゥムノニアとの境界に圧力をかけ、 南西の半島部に勢力を伸ばしていた。東には東サクソン人の勢力があり、現在のロンドンとサリー地方を支配していた。南東はワイト島の東岸を境として南サクソン人の支配地があり、その向こうには県東王国が控えていた。稲の前王であるキャドワラはこの国々を征服、自らをその国々の創始としたが、マーシアに テムズ川上流域が侵略されるのを防ぐことができなかった。イネは、ワイト島を奪還、ドゥムノニアを構成し圧迫したが、イネの統治晩年には、キャドワラが得たすべての地域、すなわちサセックス、サリー、ケントは失った。キャドワラの時代、日サクソンは、ケントを征服し、キャドワラの兄弟ムルをケントに着かせて、間接統治していたが、年の反乱で、 ムルは殺害されていた。その後イネは、ケント人と694年に和平を結んでいる。時のケント王は、ウィフトレットの頃であり、彼は殺された、ムルの死に対する多額な賠償を支払ったという。その賠償とは、どのようなものであったかは分かってはいないが、アングロサクソン年代記の写本のほとんどは、3万とだけ、書かれてあり、一部の写本では3万ポンドと明確に、 書かれているこの、ポンドが、当時の貨幣と同じ価値とするならば、この額は王に相当する地位の人間の賠償金と、同額に相当することになる。前王、キャドワラが686年支配下に置いてから、稲の時代に変わっても、当初稲は、サセックスを支配しており、サセックス王のトヘルムの名で書かれた692年の直書の中で、稲の名前が親族として取り上げられている。 また710年に、ノトヘルムが、イネと、西方、ドゥムノニアへの遠征に赴いていることから未だ、サセックスは西サクソン人の支配下にあったことが、うかがえる。しかしながら、ベーダのことでは、イネは、サセックスを、数年の間支配していたという。722年サリー、サセックスに、エアルドベルドというものが亡命、結果イネがサセックスに侵攻しかしながら、 その3年後に今度はそのエアルドベルドを殺すために、再び稲が遠征することになっている。この時点までにはサセックスは西サクソンからの支配を抜けていたものと考えられている。また、ここで登場しているエアルドベルドは稲の息子、ないし稲の兄弟インジルドの息子ではないかと推測されている。サリー地方はアングロサクソン時代を通じて一度も独立した。 勢力が成り立ったことはなかったが、イネの時代より前は、サリーの支配者は、ケンとマーシア、エセックス、ウェセックスと渡り歩き安定していなかった。当時のエセックスは、ロンドンを支配下に置いており、この、ロンドンの市教区の支配する地域に、サリーも含まれていた。このことはこの地域をめぐって、イネと東ソン人、数々のマーシア王との間で圧力があったと考えられ、 705年にサリー地方がウィンチェスター司教区に編入されるまでその圧力が続いたものと考えられている。イネが当初サリーを支配下に置いていたという証拠は彼の方がこの地域に交付されていたことからわかり、この方でロンドン司教のエオルチェンワルドを我が司教と言及していることから伺える。しかしながらその後イネはサリーを失う。704年。 来志705年に書かれたロンドン司教ウェルドヘレからカンタベリー司教ベルトワルドへの手紙にそのことを間接的に説明している箇所が見受けられる。その手紙でウェルドヘレは争いと不協和が西サクソン人の王と我が地の王たちとの間に起こっていると言及されブレンドフォードにてこの問題を解決するために話し合いが行われる予定であったらしい。このウェルドヘレの言う 我が地の王たちとは、エセックス王、シジェールドと同じく共同統治している王スウエフレドのことであり、この問題の原因とは、東サクソンが西サクソンから追放された者たちの受け入れを拒絶していることからであった。イネは東サクソンとは和議を結んでいたが、追放者された者を追い返すという条件の下であった。上記の点で注意すべきことはということはこの手紙が、 書かれた704年、内視705年の時点で、サリー地方の支配権は西、サクソンの手から離れていたことになる。アングロサクソン年代記によると、710年にイネとノトヘルムは、ジェラントと戦ったとされる。後世の記録として12世紀の修道士ウースターのジョンはこの戦いで、ジェラントは殺されたと書き記している。このイネの進撃によって、 西作村は現在でいうデボンの支配を手にすることができ、新たにドゥムノニアとの境がタマア川となった。10世紀の書物、カンブリア年代記によると722年にブリトン人がヘヒルの戦いにて敵を打ち負かしたと書かれている。ここで書かれている敵とは稲の勢力のことを指しているが、その戦いの場所は定かになっていない。現在の研究では戦場は デボンかコーンウォールのどこかであろうと考えられている。715年、イネはマーシア王、チェオルレットとウォーデンズ・バローにて戦ったことが分かっているが、勝敗は分かってはいない。この場所は現在では、ウィルトシャーのアルトン修道院付近にあるアダムズ・グレーブと呼ばれている。テムズ川流域はもともと西サクソンフソ現代の地で、ありながらマーシアに奪われ、湿地となっていたが、 稲の時代にある程度の湿地回復が見受けられている。流域北部は回復できていなかった可能性があるが、アングロサクソン年代記によると、721年稲はキュネウルフというものを中止したと伝えられるが、このものがどのような蘇生かは知られてはいない。しかしながらその中からウェセックスの王族につながるものではないかと推測されている。 王族間での圧力がその後すぐに現れている。年代期の722年に稲の日、エゼルブルグがタウントンを破壊、この年は稲の統治したばかりの頃に気づいたものであった。稲の統治で見られることはまず、エアルドルマンの感触があり、それがウェセックスの各州に配置されたことが挙げられる。無論従来のウェセックス国内の監修が影響を及ぼしてはいると考え得るものの、 稲の時代になって、現在のハンプシャー、ウィルトシャー、サマーセット、デボン、ドーセットに行政区分された可能性がある。またこのような区分けが、ウェセックスの各州に王族の一員が赴任され始めたことから始まったことから発している可能性も指摘されている。710年、稲の当地の中期に相当する時期、公易の中心地として、アイチェン川西岸にハムウィッチが建設された。 この地でガラスのウズは動物の骨が見つけられていることから積極的な交易があったことが示唆されている。さらには輸入された品には引き薄の石、灯石、焼き物が見受けられ、当時の貨幣の中にはフリジア人の中で流通していた貨幣も含まれていた。町の交易品の中には布地作り、タンや金細工など専門技術を要する加工品も活動していた。 稲がこのハムウィッチから取り分をもらっていたかは分かっていないが彼自身が興味を示したもの、例えば写真品などはここから輸入されており、おそらくはそれを扱う商人たちは王族の保護を受けていたものと思われている。ハムウィッチの人口は5000人と推測され、これだけの人数を賄う食料と住居を停配できるのはこの時代には王以外はありえないことから稲が関与していたものと考えられている。 700年ほどからの交易の拡大はちょうどこの地域の通貨流通がテムズ渓谷上流へと拡大した時期と重なる。最初に西作村人の間で貨幣が造幣されたのは稲の地性においてと考えられている。しかしながら、この当時の通貨には収めている王は記されてはおらず、彼の名前を刻印したものは発見されてはいない。 ケンブリッジ大学コーパスクリスティコー所蔵 MS173 写本の最初のページ。この写本に現存する稲の法文が記載されている。アングロサクソン社会で最初に、成文法として一番古いものは602年から603年に交付されたケント王国のエゼルベルトの知性のものが現存している。また670年代から680年代にかけて別の法令が ケント王国のフロートヘレとケント王エドリッチの名前で交付されており、その次に早く法令を作った王は西、サクソン王国のイネとケント王国のウィフトレドになる。しかしながら、ウィフトレドとイネが交付した法の詳細ははっきりとはしていないが、ウィフトレドは695年9月5日付で交付し、イネの法はそれより少し早く交付されたものとほぼ信じられている。 この時までに稲は、ウィフトレドと前の反乱で殺された前王の兄弟、ムルの賠償をめぐって和議を結んだばかりで、この両者がある程度協力して、それぞれの法を制定したものと考えられている。加えて時期的に偶然にもこの両者がそれぞれ制定した法の中に内容がほとんど一致する項目が見受けられている。また両者が法文を制定する際に協力したと、 裏付けられる箇所として、例えば稲の方に、西作村方言で、高貴なという意味の、ガスツという単語が使われているが、ウィフトレドの方に、その箇所に、ケントの言葉で、同様の意味の、ER カンドという単語が当てはめられている。憶測としてではあるが、稲とウィフリドはこの方の制定を、特権者としての振る舞いとして示し、紛争の後のそれぞれの権威を回復しようと試みた。 ものとも考えられている。イネの方正は現存している理由は、アルフレッド大王が彼の方文に注釈を加えて、いたからである。最も古く現存している方文は、ケンブリッジ大学のコーパス・クリスティ・カレッジに所蔵される MS173 写本で、また唯一の現存する完全な原文が残っている。ここには、アルフレッド大王とイネの方文、それに、最古の現存する、 アングロサクソン年代記の原文が書かれている。さらに一部ではあるが二つの原文が現存する。一つは、大英図書館所蔵の MS コットン、B 細写本、しかしながら1731年のアシュバーナムハウスの火災によりこの写本のかなりの部分が消失してしまい、現在では稲の宝天六66章から76章2項までが現存しているのみである。もう一つは、 大英博物館所蔵の MS バーニー277写本がある。現存する原本が必ずしも7世紀当時の稲の法典をそのまま書き写しているわけではないことは十分考えられうる。現にアルフレッド大王は自らの法典の序文にて彼は従来の法で気に食わないものは除外したと述べている。彼は稲の法の中でどれを除外したかは記してはいないが稲の法が アルフレッドの時代にはもはや関連性のない、通用しないものであったのであったのであれば、現存する法文までも残っていなかったであろうと推測されている。序文において三人の助言者の名が記されている。その三人とは、エオルチェンワルドをヘッテという名の司教そして彼の父チェンレドである。またイネはキリストに敬した王であり、キリスト教を推進する意図は、法からもはっきりと見られる。 例えば、キリスト教信者に対する記述は、非キリスト教信者よりも重く押されると明言されており、また、キリスト教の洗礼と宗教儀式もまた明記されている。また稲の法は、同時代のケンとの法に比べて、国内統治に非常に関心を払っている。法には、共有地が一部のチェオルルにより占有されていた可能性をほのめかす記述がある。 自らの土地に垣根を囲わないが、他の土地に牛を放牧させることを許されている。自由人は、他の土地に生じた損害の責任を負わねばならないとある。この記述は、作村人の土地が共有であったことを意味しない。すなわち自由人格位が生活を営むために、土地の一部を所有しており、このような比較的細かいことを王が下した方で、決めなければならなかったことは、注目に値する。 王はまた、チェオルルを従える領主の役割には何も触れてはいない。このことから、また他の方でも土地に住む者たちが領主から土地の保有を許されたのは明らかであり、このように王が関与する姿勢から領主と住人の関係は王の管理下にあったことが伺える。牛の放牧に関する数々の法があったことはこの時代にはオープンフィールド農業が存在していた証拠となる。 稲の時代には、オープンフィールド農業が実際に行われていたことを示し、イギリスミッドランド地方から北西には、リンジー、ノーザンバーランドのデーラ王国においてまでおそらくは、この農業法がまた一般的だったものと思われる。しかしながら、稲の統治していた、ウェセックスの一部、例えばデボンではまだ一般的ではない、農業法であったらしい。法には初めて土地の単位として、 ヤードの表記があり、これは当時の土地単位であるハイドの4分の1であった。ハイドの単位は土地ごとに異なっていたが、大体は120エーカーほどであったのではないかと推測されている。ここで記述されたヤードが後世の濃度性における一般的な小作地単位となり EN、バーゲイトと転じた。稲の方の中で後の昇園性に見られるような経済環境の 始まりが見受けられるとも評した歴史家もいる。軍役を怠った罰金は貴族で120シリング、チェオルルではその半分の60シリングとされた。付随的ではあるが、これにより稲の時代には自由人も軍役に属さねばならぬことも判明した。それまでは学者たちは自由人の軍役を疑問視していたが、この時代戦いに敗北することは即奴隷としての 零俗を意味することもあったので全ての自由人が実際に戦うのは想像できることではあった。また、ある方では殺人の容疑で告訴された人間は誰でも彼の先生弁護人の中から少なくとも一人の行為のものを弁護に求めることができたと明記している。この先生弁護人とは容疑者にかけられた容疑を晴らすために誓いを立てたという。この方から 稲は、濃度が立てる誓いは信用しなかったことが伺える。またこれは、時代の変化、同族同士が先制し合い、助けられることが求められた時代からの変化の現れと考えられている。法はまた征服者であるアングロサクソン人と非征服者であるブリトン人に別々の条項を記しており、支配下に置いたブリトン人に圧制的でもなければ、 全く平等に扱ったわけでもなかった。すなわちこの二つの部族が不完全ながらも、入り混じっていたことは、地名学、宗教建築、その地方の考古学によって裏付けられ、ウェセックス西部はこの方が交付された、時代他のゲルマン系移民が、細々と移行していたことが判明している。注目すべきことは、ゲルマン系サクソン人の国家で、サクソン人の王によって交付されたのであるが、 イネはここで用語として、ゲルマン人に関わることを、イングリスクと定義していることである。ここから、このように古い段階で、ブリテン島に住むゲルマン系の人々の間で、イギリス人としてのアイデンティティが存在していたことが、伺える。イネは、キリスト教を信奉していた王であり、教会のパトロンいし保護者としての役割を担っていた。イネの下した法令に、彼の助言者として、 ロンドン司教エルケンワルドからの波紋勧告を無視していたが、ウィンチェスター司教であるヘッテが没するとこれに同意した。また稲の時代に、彼の同族の女性、さきのウェセックス王チェントウイネの娘ブッカと稲の姉妹であるクスブルホによって、二層院の建設が始められ、クスブルホが夫ノーサンブリアをワルドフリスと何らかの事情で別れてから、ウィンボーン修道院を建てている。 アングロサクソン年代記には、稲はグラストンベリー修道院を建てたとの記録がある。これは、しかしながら、すでにブリトン人によってこの地に修道院は建設されていたことから修道院の増設ないし新設を意味するものと思われる。稲はウェセックスにおけるキリスト教の発展を支援したものと評価されているが、この支援が彼の自発的意思によるものであったかは、はっきりとしていない。 また稲は知られる限り最古の西サクソンでの宗教会議に関与。記述によればこの場で取りまとめる議長を務め召喚した聖職者の前で演説したとされる。726年、稲は退位した。ベーによれば、後継者は特に定めてはいなかったと言い,い、若き者たちに自らの王国を託し、ローマへと旅立ち、彼の地で没したとされる。彼の前王、キャドアラも、 また位し、ローマへと立ったのと同様であった。当時の考えでは、ローマへの旅立つ、すなわち、高貴な者も,も平民も、属性の者も,も僧侶も、男も女も、格のご都市であったと書いている。このような潮流の中、稲もマーシア王、オファも、巡礼のための簡易宿泊所を設けていたとこらい、推測されており、スコラサクソヌムと呼ばれるその場所は、ローマの東部、 ボルゴにあったとされる。その名は元来ローマに駐在するサクソン人の民兵組織のことを指したが、後にイングランドからローマに来る巡礼者のための宿泊所へと発展したものだったらしい。稲の後継者はエゼルヘルドが続いた。このイゼルヘルドは稲の縁者であり、一説によると稲の義理の兄弟だったとされる。エゼルヘルドの王位継承は他の王位継承者だったオスワルドによって、 異義を唱えられており、稲の退位後の不安定な余波を煽られたエゼルヘルドには、マーシアの支援があったこと、両名がエゼルヘルドを王として掲げ、エゼルヘルドをマーシア王エゼルバルドの影響下に置いた可能性が示唆、されている。後の王族につながるものとして、718年に、没した稲の兄弟、インジルドがいるが、後世のウェセックスをエグバートにつながる始祖となっている。ありがとうございます。